トランスミッション、自動車におけるトランスミッションとは、歯車や軸などからなり、動力源の動力をトルクや回転数、回転方向を変えて、活軸へと伝達する組み立て部品、アシーである。歯車の組み合わせによるものは、ギアボックスとも呼ばれる。イギリス英語では、トランスミッションは、ギアボックスやクラッチ、プロペラシャフト、デファレンシャル、ドライブシャフトといった、 駆動伝達経路全体を指す。一方、アメリカ英語では、ギアボックスは速度とトルクを変換する歯車装置のすべてを指し、トランスミッションは自動車などの減速比が変更できるギアボックスの一種として区別される。日本語では変速機または変速機構とも呼ばれる。トランスミッションは単一のギア比で動力源の回転を変換して伝達するものと、 複数のギア比を必要に応じて切り替えることができるものがある。ギア比の切り替えは手動で行われる場合と自動で行われる場合がある。また、回転方向を切り替える機能を持つ場合もある。歯車の代わりにベルトトップウィリーなどを用いた無断変速機構やフルードなどの流体を用いた方式もある。自動車やオートバイなどでは、 原動機の出力を駆動輪に伝達する過程において適切なトルクと回転速度に変速するためにトランスミッションが利用される。無回転時にトルクを発生しない一般的な溶石型内燃機関を原動機とする場合回転速度を低くしすぎると発進時や低速走行時にはエンジンがストールする場合もある。トランスミッションは原動機の回転速度を減速すると同時にトルクを 増幅する。車両への搭載は一般的にエンジンとの間にクラッチやトルクコンバーターなどのスターティングデバイス介して接続される。自動車などのトランスミッションの種別は手動で変速比を切り替えるマニュアルトランスミッション MT や自動的に変速比が切り替わるオートマチックトランスミッション AT 分類される。またオートマチックトランスミッションのうちで クラッチ操作のみを自動化したセミオートマチックトランスミッションを別に分類する場合がある。AT の変速方式の一つとして無段階で変速比を変化させる無段変速機 CVT を採用する車種や機数段と多摩数段で別々に二つの自動制御クラッチを有するデュアルクラッチトランスミッション DCT を採用する車種もある。減速比の切り替えや その際に必要となるクラッチの断続など変速時のすべての操作を操縦者が行うトランスミッションである。多くの場合、複数の波数の異なる歯車の組み合わせのうちから適切なものを選び、原動機の出力を希望する回転数やトルクに変換して伝達する。波数の異なる段、ギアに変速する際に動力の伝達を一旦途切れさせるため、クラッチ機構が備わっている。 また、内蔵された数本のシャフトの回転差を同調させ、変速をスムーズに行うためのシンクロメッシュが、各段の歯車に備えられている。自動車用の変速機としては最も古典的な機構で、自動車の普及とともに広く採用されてきた。しかし、操作の煩わしさなどから一部の用途を除いて需要が減り、採用者種も減少した。日本では、マニュアルや、MT と略されることが多い。 MT の一種であるが、自動車用として広く普及している、シンクロメッシュ式 MT と異なり、ギアセレクターと歯車の間の同調を取るための、シンクロナイザーを持たない形式を、ノンシンクロトランスミッションと呼ぶ。日本では、ドグミッションと称される場合もある。オートバイの MT で、一般的に採用されているほか、競技用車両の一部で採用されている。かつては、 一般の自動車用としても広く採用された。ローギアなどの一部をノンシンクロとして、他の段をシンクロメッシュ式とした車種もあり、これに対して全ての段でシンクロメッシュを採用したトランスミッションはフルシンクロと呼ばれていた。歯車をスライドさせて噛み合わせる形式は選択手動式、スライディングメッシュと呼ばれる。歯車が高速回転する用途ではシフトチェンジが 難しい一方で高い負荷に耐えられる許容量を持ち構造が簡潔であることから歯車の回転速度が比較的低速な農業用トラクターや建設機械の一部で用いられるほか戦車やロードトレインや18ホイーラーと呼ばれる日本国外の大型貨物自動車のように高い軸トルクのかかる用途で採用されている大型貨物自動車では 発進時にニュートラルからギアを入れる操作を低廉にする目的でクラッチ操作と同時にエンジン回転が入力されるシャフト、インプットシャフトの回転をバンブレーキで強制的に停止させるクラッチブレーキ機構が搭載されている。クラッチ操作と変速操作を自動化して運転操作を簡略化したトランスミッションである。日本ではオートマや AT と略されることが多い。 古くから採用され広く普及している方式は流体継手の一種であるトルクコンバーター、トルコンによってエンジンと接続され優勢歯車機構で変速を行う機構を組み合わせた方式である。この他に摩擦クラッチによってエンジンと接続される方式やベルトとプーリーで変速を行う方式、常述の MT で多く利用されるギア列の組み合わせを 自動選択して変速する型などがある。ベルト、または、チェーンとプーリー、あるいは円盤と円錐状のローラーを組み合わせて、減速比を無段階に連続変化させる、トランスミッションは、無段変速機と呼ばれる。変速時のクラッチ断節や歯車の切り替えで生じる、出力軸のトルク変動が小さく、きめ細かな減速比を実現できることから、 エンジンの効率が高い回転域を多用でき、燃費の面でも利点がある。一方で、2005年頃からは、幅広い回転域で効率よく稼働するエンジンが増えてきたことにより、CVT の優位性は薄れてきているとする技術者もいる。奇数段と多摩数段で歯車を支持する入力軸、インプットシャフトを別に持ち、それぞれにクラッチを配置して、 変速時に2つのクラッチを同時につなぎ替えるものは、デュアルクラッチトランスミッション、DCT あるいはツインクラッチトランスミッションと呼ばれる。市販車には2003年に初めて搭載され、高級車から次第に普及価格帯の車種へと普及が進んでおり、小型トラックでも採用されている。オートマチックトランスミッションの機構と制御のまま、ギアの選択を運転者が任意で選択することもできる。 スイッチを備えたものをマニュマチックと呼ぶ場合がある。上述の CVT を元にしたものも存在する。日本では MT モード付き AT やスポーツ AT と称されることが多い。1990年代に従来の AT にスポーツ性を付加する目的で登場した。マニュアマティックは英語圏におけるマニュアルとオートマティックの混成語である。 変速操作を自動化せずに、クラッチ操作のみを自動化したトランスミッションである。機構ではなく、制御範囲による分類であるが、変速を自動的に行うモードを持つ、上述のマニュマジック、セミ AT とが混同されることも多い。ロボタイズドマニュアルトランスミッション、や、オートメーテッドマニュアルトランスミッション、などと称されるものがあり、これらは、一般的な MT と同様の機構。 摩擦クラッチエンジンと接続され、シンクロメッシュギアを組み合わせた変速機構を持つで、操縦者のギア選択操作によりクラッチの断続を自動制御している。クラッチ操作のみを自動化した機構は他にも古くから自動車に採用された例があるが、制御技術の向上とアクチュエーターの小型化に伴い、多くは変速も自動的に行うモードを備えた FAT へと変化している。一方で、 一般的なフル AT と同様にトルクコンバーターあるいは優勢歯車変速機構を備えながらも自動的な変速比の選択を行わないセミ AT もある。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。